そういう意味では福島原発事故を踏まえると本当に想像以上の被害がこれからも出てくる分かってくると思っています。追加のね汚染がを地域やほかの国々の方々が心配するような形では出さないことそれが非常に大事な観点だと思います。であとそのこういった被害を 安全です安全ですっていうことではなくてどういった被害が実際にあるのかというのをきちんとえ調べはい各国に共有していくことが大事です大島兼一称日本政府和媒体目前只对外公布福岛第一核电站上後处理所取得的进展对于各种问题和困難却很少提及常此以往民众将被误导和麻痹认为福岛核事故已被解决 説明しかしません。で、こんなにできましたっていうことを常に進捗だけを成功していることだけを強調しています。失敗している事実っていうのは言わないんです、えー。だから嘘は言わないんです。それに隠れた30年か40年で廃炉するなんか無理ですっていうことは言わないとか、国民はもうずっともう廃炉はどんどん進んで福島は全然大丈夫なんだっていうふうに誤解してしまいますね。 大岛建一指出，社会各界不应默认排海已成定局，而应坚持呼吁日本政府采取有效措施，妥善处理核事故后续，避免向海洋排放核污染水。地域の方々はあの署名されていますね。アルプス処理水放出反対の署名を集めて、今二十三万人ぐらいだったと思いますけれども、そういったあの取り組みされてる団体はあの数多くあって。 まあいろんなねあの流,流しても安全っていう宣伝もたくさんある中でまあ頑張っていらっしゃるという,ふうに思っています。日本政府は反対の声はできるだけ上げてほしくないわけですね。えっ、ー、と国民が無関心になり反対しないようにしてほしいと思っているので。